日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。コーヒーの桜フェア3品を食べたいと思います。桜どら焼き、桜モンブラン、桜オレわらび餅入りです。あとホットのやつもあるんですけど、それは、これがわらび餅入ってるか否かだけなので今回は飲みません。で、例年桜は大体ミスドから始まるんですけど、ミスドの今年の桜ドーナツって前も食べたことあるやつばっかりだったので、今年はパスでロトールから行きたいと思います。どれもピンク色が鮮やかですね。本当に桜が待っていそうです。それではどら焼きからいただきます。おっと、中に親切なことにこんな風に器に入ってますよ。でも表面の焼きが今ちょっとどら焼きっぽくないですね。なんかホットケーキみたいなにします。ほら、ちょっと見えにくいんですけど、中にピンク色のわらび餅が入ってます。これが桜ですね。では、いただきます。はい、続いては桜のモンブラン。こちらはペーストが鮮やかなピンク色で、これも美味しそうです。では、いただきます。ラストはラテ。中にちょっと見えにくいんですけど、ラムネのような桜の花びらが入ってますね。これは何なのかな。では飲んでみます。今年のドトールは和の桜だね。どら焼きはもちろんなんだけど、モンブランも結構和の雰囲気が強くて美味しいよ。そしてこのラテ、ところどころになんかわらび餅以外にも何か入ってるねと思ったら、あれが入ってるのか。一緒に食べた桜のどら焼きは噛んだ瞬間にあんこの甘さと桜の塩気が口の中にふわーっと広がってきて美味しかったです。桜の味がここまで感じられるわらび餅も今まで食べたことがなかったです。続いての桜のモンブランもペーストを口の中に入れた瞬間に塩気の効いた、でも甘さもある桜味が口の中に満開に咲きましておりました。その下にあるモンブラン生地もなんかいわゆるケーキ生地ではなくてタルト生地で固めでサクッとしていて美味しかったです。で、最後に飲んだこちらの桜ラテ、こちらはいちごソースも入っているのが若干甘酸っぱさもあって春を本当に感じることができました。ただ中に入ってるわらび餅とマシュマロが飲むには若干邪魔だったかなっていう気がしますね。ストローの中に詰まるんですよね。あれがちょっとずすーって飲むのが好きな自分としては残念でした。邪魔に入ってなので今回はこちらのモンブランが一番美味しかったので代表として5点取っていただきます。ですがやっぱり3品だとちょっと物足りないですね。なのでチャンネル登録よろしくお願いします。タリーズコーヒーの桜商品も続けていただきたいと思います。こちらはトムとジェリーコラボ商品なんですね。で、上からドーナツ、ロールパン、ムースケーキで、なんかティーラテとカフェラテですね。桜と桃の味のようです。どっちがどちらだっけ、食べてみれば飲んでみれば分かりますね。それではこちらのラテから飲んでみたいと思います。ちょっと甘酸っぱい香りですね。これはイチゴではないです、桃かな。では飲んでみます。続きまして、先ほど見せた時にはまだ到着してなかったんですけど、スフレケーキが来ました。いったばかりなのが熱々で、ちょっとチョコレートの匂いも淡いですね。ではふわっとしています。見てください、このでもちょっと下の方熱いので早く食べないと。いただきます。ムースケーキ、上の方のムースがプルプルしてますし、下もピンク色で鮮やかですね。では鮮やかなピンクを眺めながらどういただきや。ホワイトチョコドーナツ、なんか公式サイトとか見てるとオールドファッションのようなイメージだったんですが、これはミストドーナツピークですね。違うのかな。でもボツボツしてる見た目です。オールドファッションでは食べてみれば分かりますね。それでは続いて桜香るフランベリーロール、こちらも中心にのっているこのピンク色がちょっと見えるですけど鮮やかですね。そしてパンもどことなく甘酸っぱくて香ばしい香りです。ではこちらの飲み物、先ほどは紅茶でしたので、多分こちらがティーカフェラテですね。上のチョコレートは桜の花びらのようで美しいです。それじゃすすっちゃいます。タリーズの桜は洋風のイメージが強いですね。なのでドトールが和とすればこちらは洋というので、ちょうどいい感じに両端にいるような、そんな感じがします。甘酸っぱさはタリーズの方が上ですが、ドトールの方がなんとなく心が和むような気がしますね。最初に飲んだティーオーレは割と紅茶の味がさっぱりしていて、桃の甘酸っぱさとよく合っていましたね。桃味の紅茶というにちょうどいい塩梅の生クリームが溶けたような、そんな印象です。まあそのままってそのままですけど。で、続きまして食べましたいちごのスプレー、いちごじゃないわ、桜のスプレーケーキはふわっとした生地が焼きたてなので温かみがあって、チョコレートを程よく溶かしていて、うまく口の中で混ざって美味しかったです。ただしそこは熱いので持って食べるときは注意です。で、続きましてのムースケーキは桃の甘酸っぱさが口の中でバッと弾けて、すっきりさっぱりとした味を出してくれて美味しかったです。続いての桜チョコドーナツはやっぱりオールドファッションみたいで、ね、ちょっとふんわりとした感じになりましたね。ミスドのオールドファッションの方が割とさっくりとした味なんですけど、これはまたそれとは違う、少ししっとりとした口の中で甘さが広がるオールドファッションで、桜チョコのミルク感もしっかり浸透させてくれて美味しかったです。ただ店員さん、当時自分が気づかなかったらどうしたってなんでしょうね。さてとちょっとうちわネタもやったところで、その次クランベリーロールですが、これちらは割と甘めでクランベリーの甘酸っぱさがなかったですね。あまりその溶けたお砂糖の甘さが口の中にふわっと広がってくるのはいいのですが、クランベリーの甘酸っぱさがもう食感も物足りないかなという気がしました。ベニッシュ生地は歯応えがあってよかったんですけど、なんか甘いに傾きすぎているような気がしましたね。で、最後のカフェラテはもうラテはかなり苦めの大人の味で、ちょっと桜の雰囲気があまり感じられませんでしたね。生クリームなので溶かすとちょうどいいバランスにはなるんですが、桜要素どこ行っちゃったのかなっていうような部分があったのが残念でした。チョコレートの量がもうちょっと多かった方が良かったかもしれません。というわけで今回飲んだ飲食したタリーズの中だと、飲み物はティーオーレ、食べ物はムースケーキが一番美味しかったので、この2つを代表として5点とさせていただきました。両方で出してますけど10点ってわけじゃないんですね。というわけで今年の食べるお花見はドトールとタリーズで行わせていただきました。ご視聴ありがとうございます。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。